お話は、まあ、ある意味では非常にタイムリーでございまして、またここにおられる皆様方はもうプロの方々でいらっしゃいますから、あまりその事実をお伝えしても意味のないことだというふうに思いますので、まあ、できるだけその大きな視点というか、あるいはその分析の歴史的な視点といいますかね、そうしたところを少しお話をしてみたいというふうに思うんですね。ただ、まあ、今起こっていることはまず初めに簡単に申し上げておきますと、また後ほど具体的にもお話しするかと思いますが、やはり相当に大きな問題だというふうに思っております。相当に大きな問題だというのは、つまり日本のその世界との向き合うその方法というか、その在り方全体にとって相当決定的な大きな問題をここに内包しているということではないかというふうに思います。で、一つは言うまでもなく外交の基軸軸足の問題であります。で、まあ、現在まさに報道されておりますように、日本がそのアメリカとの戦後の長い歴史的な関係をですね、これをどうするんだということになるわけです。まあ、日本の外交にとっての最大の基礎になるわけでありますけれども、その部分がまあややもすれば中国にその平均的に、あるいはより中国に移るのかというような現象まで見られるわけであります。それはつまり日米関係というものをですね、どういうふうに考えているのかという部分がですね、問われているというのが第一だと思います。おそらくこれはおそらく中国の方もそうでしょうけれども、まさか日本が中国基軸にするということは今の状況の中ではですね、あるいはこの歴史的な経緯の中ではおそらく考えてもいないでしょうし、おそらくそのもちろん日中の友好はあるわけですけれども、しかしこの長年培われてきた関係の中で、おそらくそのアメリカとの関係を犠牲にしてということをおそらく中国自身も考えていないというか、おそらく驚いているのではないかという感じもいたします。私はやはり日米関係というのは一体何なのかというのがもう一度やはり問われているということだと思いますけれども、私は日米関係というのは必ずしもその自民党が作った外交政策だというふうには思ってやはりおりません。つまりその日米関係で築き上げてきたその60年以上の歴史というのは国民の選択であったということをやはり忘れてはいけないというふうに思っております。そういう意味で築き上げてきたものをですね、歴史をかけて作り上げたものを壊すのは簡単でございますけれども、しかしやはりこれをその財産として、我々の資産としてやはりどういうふうにさらに展開していくのかということをですね、発展させていくのかということをやはり考えなければいけないわけでありまして、最近のこうした動きというのは、そうすると日本自身がこれから鳩山さんの言われているようにその中流なき安保というような形になっていったときに、じゃあその日本のその防衛力ないしは安全保障をどういうふうに確保するのかということについてですね、では自主防衛でいくのかという議論ももちろんあるわけでありますけれども、しかしおそらく日本国民はそういう選択はしないだろうと。また今の日本の経済状況を考えても、おそらくバランスの取れた民生という部門をできるだけ充実したいということになろうかと思います。そういう意味でやはりこのアメリカとの関係というものをですね、やはり最大限重視しなければならないということだと私はもちろん思っております。それからもちろんそれは中国との関係を否定するものではない、しかしやはり基軸は基軸であるということはあるかと思います。それから第2番目にやはり今回のことを通じて感じたことは何かと言いますと、それは日本の政策決定の在り方に関するものであります。で、現在のこの民主党政権の政策決定のスタイルというのが、基本的に政治主導と
という形になってきておりまして、政治家中心という形になっているわけでありますが、しかし今回のこの習近平副主席の訪日にあたってですね、かなりいろいろな無理が生じているという感じがいたします。その無理というのはやはりその官僚との関係のあり方というものがですね、した形で小沢代表がああいう形で単純にバッサリと切られたことに関してはですね、これは非常に遺憾であるというふうに私も思っております。で、おそらく多くの日本国民の方々がそうしたことを感じられたのではないかというふうに思っております。もうせっかくでございますのでこのテーマに触れておりますので、若干触れてから少し大きなテーマに入っていきたいというふうに思いますが、私はやはり今回のこうした一連のことの中で一番気になったのは、非常に気になりましたのは、おそらく一番今回のことで心を痛められているのは陛下であるというふうに思います。そういう意味ではこのようなことが発生したことでおそらくかなりの心を痛められているのではないかということをお察しするということでございます。で、もちろんその習近平副主席というのは中国の次期のリーダーとして最も有力視されている人でありますし、我々ももちろん次のリーダーとして認知をしておりましたし、ずっとこれまで追ってきている、どういう方か、あるいは今回の訪日も非常に重要であるということは、おそらくこれは少しでも中国が分かっている人ならばそう考えるだろうというふうに思います。で、98年の4月に胡錦涛副主席が当時、98年のその後に江沢民国家主席が来られて、例の歴史の問題で少しいろいろありましたけれども、その前に4月に確か来られていたわけでありますけれども、その時のことをですね、少し思い出してみましても、天皇陛下にお会いになられておられますけれども、そういう点でいきますと、やはり今回のはですね、その意味ではもちろん、その習近平氏がお会いするということについては、それは日中関係ということを考えても重要だというふうに思いますけれども、しかしやはり手続きが非常に悪かったということは誰の目にも明らかだと思います。その手続きの悪さというのは、おそらくこれは中国も非常に情報をつかんでなかったということがあるかと思いますし、おそらく中国も今回は、前回胡錦涛さんが来られたときは日本と韓国だけだったわけですけれども、そういう意味では日程が非常にこう明確にさっと決まっていたわけですね。で、今回の場合は東南アジアにその後行かれるということで4カ国歴訪の旅に出られていますから、日程が非常にこう流動的だったということはあるんだろうと思いますけれども、ただやはりその意味では以前よりも訪日というのがその4つのうちの1つになったということではありますけれども、しかしその日本と中国の長いある種の特殊な関係を考えてもですね、その辺はもう少し配慮してきちんとやるべきだったのではないかというふうに思いますし、もちろんそれから民主党の対応にしてもですね、ご存知の通り一旦決まったものを覆すようにやったわけでありますから、これが政治利用という形で書かれていることは、そういうふうに思われても仕方のない部分があるのかなというふうに思うわけであります。そういう意味で今回の一連のことがですね、私はその先ほど申し上げたように日本外交の全体的な方向性という点においてはですね、なんて言いますかね、非常にある意味ではちょうど普天間の問題と全く同時並行で起こっているわけでありますから、これがおそらくアメリカから見えた場合にはですね、どう考えてもその普天間の問題で決断が鈍っているわけでありますから、それはもうアメリカに対する関係というものをですね、
少し落としてしまっていると、少しどころか相当に落としたということにならざるを得ないわけでありますけれども、その反面この中国に対してはこれだけを気を使うというふうに当然見えるだろうというふうに思いますね。で、本当にそれで日本の全体的な外交というものが成り立ちうるのかというのは、やはりこれはですね、冷静に考えなければいけないと、私は相当大きな岐路に立っているという感じがしております。で、私自身はもう先ほどに申し上げたように、もちろんその中国との関係も大事でありますけれども、これからお話しいたしますように、米中関係を見ていましても相当に近くなってきております。で、その日米中関係ということを考えていますとですね、まあ、日本だけが一つ浮いてきているという感じもしないでもないという感じがするわけであります。そういう点でですね、私はここのところはしっかり決断をすべきであるというふうに思っております。ということを申し上げてですね、ややその民主党の政策決定のあり方についてもですね、どうもその一方に偏る、あるいはその個別の意思が働きすぎるという側面があるのかなという感じがいたします。やはり同時にその官僚機構とのですね、うまいそのハーモニーの中で政策を形成していくということがやはり必要なわけで、もちろん官庁あるいは官僚独裁の問題というのはもちろんあるかと思いますが、しかしそこのハーモニーが生まれない限りは、まあ、良い政策というのは生まれてこないというふうに思っております。ということで、ややその部分長くお話をさせていただきましたけれども、その部分に、まあ、現在は皆さん本当に関心が集中していると思います。まあ、そこで少しお話しさせていただきましたが、私はまあ学者でございますので、学者の視点はもっと大きくなければならない、あるいは、まあ、現在の視点を、まあ、どういうふうにその見据えるかということのまあ、発想といいますかね、そうしたものを提供してみたいというふうに思うわけであります。私自身は、まあ、中国を中心として、研究をしてきておりますので、まずはじめに今中国ってどこにいるのかということをお話ししてみたいというふうに思います。そして、ね、中国というのは今どれぐらいのその体制的な安定度があるのかということについて検証をしてみたいと思います。そしてその後米中関係、そして日中関係が現在どのようなその関係性にあるのかということをお話しして、最後に日米中一体今後どうなるのかと、今の位置がどこにあるのかということを考えてみたいと思います。で、まずその20世紀中国という大きな括りをさせていただきました。で、これは何かと言いますと、我々はまあもちろん今の時代に生きておりますと今のことしか見えてこないわけでありますけれども、清朝の末期から、そして中華民国、実は辛亥革命1911年でございますから、再来年が辛亥革命の100年ということになります。まあ、ですから中国はおそらく来年上海万博でありますけれども、再来年は辛亥革命100年、そして1912年は中華民国の成立100年ということになろうかと思います。中華民国というと敵国のように思えるわけでありますが、もう中国の中ではこれについても非常に解釈が柔軟になってきております。中華民国から中華人民共和国の歴史を否定的に捉えるのではなく、一直線で捉えるというような考え方もだいぶ出てきているわけであります。つまり1949年に中華人民共和国ができたわけでありますけれども、そうした一貫した歴史、19世紀の半ば以降、あるいはその末期以降、それ以降ですね、20世紀を通して一体中国とは何だったのかというですね、このテーマが非常に問われているわけであります。と申しますのは、中華民国を誕生させるにあたっても、これは日本は相当に支援をしているわけであります。今でもなく孫文に対する支援、そういう形で中華民国、これはもちろん中国でありますから、これを誕生するにあたっても日本というのは側面的に支援をしてきたという歴史があります。ですから中華民国にせよ、中華人民共和国にせよ、そうしたその一貫性のようなものがそこに存在している。で、それはここに書いてあるような孫文、蒋介石、毛沢東、鄧小平、江沢民、胡錦涛、習近平と、これだけを20世紀のリーダーとしてパッと出してみましたけれども、日本の総理の数とはだいぶ違いますけれども、まあ、これだけで大体中国の指導者の数がこう出てきてしまうわけでありますけれども、私はこの人々の中にですね、
あるいは新末から中華民国、中華人民共和国、それぞれ国是は違った。しかし目標は全て一貫していたというふうに考えております。その目標は何かといいますと、そこに書いてありますように、不況の中国というのと中華統一ということであります。それは19世紀までのその混乱した中国と、まあ、その時代は清朝でありますけれども、そこから脱して、そしてその不況、そして中華統一ということをですね、一貫して掲げてきたということであります。これは孫文以来、上に書いた指導者が、すべての指導者が使ってきたタームであります。つまりこの目標のためにその手段が違ってきたというふうに考えられるわけであります。孫文、そして蒋介石は三民主義を打ち出した。三民主義の下で、実は中華民国というのはある種の民主国家であったわけでありまして、民主国家を目指したわけであります。最終的に憲法体制の国家にしていくということで、憲法を随分改正してまいりました。で、今では、まあ、中国の中でも出てまいりましたけれども、1920年代は上海はものすごい経済成長だったのではないか、つまり単純な封建時代ではなかった、まあ、こんな言い方をするようにもうすでになってきております。つまり中華民国というのは一つの民主国家へのビジョンを持っていたけれども、それが内外の圧力、さまざまな問題によってできなかったということになるわけであります。で、その三民主義というのはある意味では西洋のデモクラシーを中国的社会の中にどういうふうに作り変えていくかというのが孫文の発想であったというふうに考えられるわけであります。しかしそれは蒋介石を通じても実現十分にできなかったということになるわけ で、その後社会主義というものを毛沢東は掲げた。で、毛沢東は社会主義を強めれば中国は豊かになる、強くなると考えたわけであります。その貧しい中国から豊かな中国になるためには、平等社会を作ればこれで成り立つんだということで、彼は一貫して革命を追求したと。社会主義にどんどん進化していけば豊かな社会になるというふうに考えたわけでありますけれども、その間鄧小平をはじめとして相当に意見を言う人たちがいた。その人たちはまず豊かにしないと、ある程度市場のメカニズムやあるいは資本主義のメカニズムを使わないと、そうしないと社会主義に行くことができないのではないかという、この2つの論争は一貫して中国の中に、中華人民共和国の中に存在していたわけでありまして、それが毛沢東さんが死去した後はですね、社会主義市場経済ということで市場経済を優先するという形になっていったわけであります。その市場経済が生まれてくるその契機になったのが89年の天安門事件を経て、そして91年のソ連の解体ということによって、中国はどう生き残りを図るかというところから出てきた考え方で、まあ、いわゆる南巡講和というのによりまして1992年に出てきたわけであります。で、その後の中国はグローバル化に乗っていきました。これは WTO に加盟したのが象徴的だというふうに思います。いずれにしても中国の改革開放というのはある意味ではですね、特に社会主義市場経済以降は改革開放以上に開放改革であったということが言えるんだろうというふうに思います。つまり中国を解放することによって改革するということであります。で、その最大の理由は何かと言いますと、それまでの社会主義の体制がほとんど役に立たないということであります。つまり残すべきものがあまりなかったということで、一旦そのガラガラポンにしなければならない。で、その中国を豊かにするためには海外から資本を入れなければならないということになったわけでありまして、まあ、ここが日本と大きく違うということであります。明治以来の資本主義の蓄積の中で成功してきた日本が、結局のところは、まあ、バブル等を経てもその大幅に開放するということよりも、自らの成功体験を基礎にしてさらに改造しようとしたということだろうと思います。中国の場合は社会主義の中でおそらく残すべきですね、ものは多くはなかったということだろうと思います。であるがゆえに海外から入れる以外に自らを発展させる方法はなかったということであります。で、そのことがもたらしてきた一つの傾向性というのはですね、やはり国際依存度を非常に高めた形の発展をせざるを得ないということになったわけであります。で、その間、その中国共産党による一党体制というか、まあ、これをどういうふうに維持するかというのが、まあ、結局権威主義的な
統国体制という形によったわけであります。でこの統国体制というのは、まあ、簡単に言いますと国家とか政府の殻を使ってですね、まあ、その制度を使って共産党の意思を反映させていくという体制であります。まあ、今民主党が国家に総統に意思を反映させておりますけれども、党の方が総統に強いようでありますが、まさにこれが統国体制のようなことになるわけでありますけれども、で中国の場合はつまりは共産党の意思をですね、まあ、これを中華人民共和国という国家政府の枠で表現していくということになりますから、優位性を持っているのは中国共産党であるというのは明確であります。で以上のように見てまいりますと、実はこの統国体制というのも一貫していたと。蒋介石も、まあ、燻製という燻銅するという燻の字でありますけれども、権弁に川でありますが、でつまりは一貫したその中国の20世紀の歴史の中にこのような権威主義的体制というものがずっと一貫してきたということはあるわけであります。まあ、簡単に言いますと現在の状況というのは、これはつまり共産党指導による市場経済ということになるわけであります。いずれにいたしましても、この20世紀中国を紐解いたときに、その清末までのその帝国が解体していくという一種の屈辱感、まあ、ここがバネになってきていたということと同時に、おそらくその最大の目標というのは日本にあったというふうに私は思います。20世紀中国のおそらく不況と、それからまあそうした中華統一といった時のおそらくその背後に大きなですね、その到達目標としての日本というものが20世紀には一貫して存在したというふうに思います。でそれはやはり日清戦争というものが19世紀の終わりにあって、これがそれまでの帝国としての中華秩序、その中華帝国というものをですね、日本が打ち破ったというところから東アジアのパラダイムシフトが起こったわけであります。まあ、簡単に申しますと、それまで日本の優位性というのはおそらくなかったと思いますけれども、そこから20世紀一貫してですね、まあ、日本の優位性ということがですね、起こったということが言えるわけであります。つまりは東アジアにおける国際秩序の巨大なパラダイム転換というものが、これ以降起こっていったわけであります。帝国の崩壊ということであります。そこにあるそうした20世紀中国の歴史の中で、まあ、実はその日米関係あるいは米中関係というのをどう考えるかというと、実は米中関係というのも皆さん、よく考えていただきたいんですが、20世紀しか存在してないわけであります。19世紀はほとんどないわけであります。それは門戸開放宣言がジョン・ヘイの行ったのが1899年でありますから、そこから米中関係がスタートしていくわけです。でこれはどういう形で進んでいくかといいますと、つまりはそのフロンティアという形で太平洋の方に西側から東側から西側にこうアメリカが出てきた、そこから初めてですね、アジア太平洋にアメリカが接していったわけでありまして、それは20世紀、つまり米中関係中米関係というのは基本的に20世紀しかないと、まあアメリカは新しい国でありますからということなんですね。でその中で実はこの20世紀というのは中国というのがその主体になりきれないという状況が長く続いたわけであります。つまりはやはり日米関係というものがですね、日本の台頭の中で、まあ、どういうふうにですね、関係づけていくかというのが20世紀の一貫したこの地域における大きなテーマであったというふうに考えられるわけであります。まあ、単純に申しますと20世紀の前半が、まあ、結局中国をめぐって日米が戦争まで行ってしまったということになりますし、まあ、そうしたことを反省して20世紀の後半は日米の友好同盟関係という形で成り立ってきたということだろうと思います。そうするとそうした前提というものが現在大きく変わるのかどうかと、おそらく簡単には変わらないだろうというふうに思いますけれども、しかし今そのあたりに大きなですね、一つの疑問符のような政策が展開されているということになるわけであります。で私はまあ中国が今申し上げたように、その主体としては、まあ、もちろん内外の問題がありましたので、まあ、これも日本も関わりがあるわけですけれども、そうした内外の問題の中で中国が絶えず意識してきたのは日本人だ。で例えば中華民国の時代に蒋介石が絶えずその日本のことを意識してきたというのは至るところに出てきます。例えば国際連盟において日本がそれだけ地位を享受しているのに、どうしてアジアの大国である中国が享受できないのかと
ということを一貫して言ってきているわけですよね。つまり国際連盟の時代でありますけれども、それはもう一貫してその日本がどうしてアジアのすべての代表なんだという形でありました。そういうものが歴史の中でずっとこう20世紀を通じて繰り返されてきたということだろうと思います。それが今ですね、まさに申し上げたいことは、中国の巨大な台頭もしくは過去して復活と言っていいのかもしれません。そのような中でですね、一体どのようにこの地域のバランスを取っていくのか、安定構造を作り上げるのかという大きなテーマが我々の前に突きつけられているということと同時に、日本のその20世紀の優位性というものが相当に大きな疑問符がつけられているということになっているわけであります。でその意味でいきますと、私は後ほどお話しいたしますけれども、日中関係というものもある意味ではこれまでは南北関係だった、つまり日本の対中 ODA というのはある種の南北関係、つまり発展途上国と先進国との関係ということだったわけでありますけれども、その関係の構造というのがですね、大きく変わってきた。で少なくとも対等の関係にはあると。もちろんその制度上あるいは公式上は日中は一貫して対等の関係にあったわけでありますけれども、現実のその関係という点でいきますと、それは先進国と発展途上国の関係であったという側面があります。ということで、その状況が今一つ大きなパワーシフトが起こりつつあるということを前提として20世紀の歴史としてお話ししておきたい。ここに書いてございます現在の課題というのは、中国共産党の指導、中華人民共和国、この安定構造を作るという政治目的が最もやはり根幹にあり、そしてそのための経済成長が必要であると。で経済成長がどのように起こっているかというと、基本的に外との依存の中で、外との相互依存の中で中国の経済成長が起こっているわけでありますから、中国自身はもう外を抜きにしてありえない存在になっているということで、中国の外交も基本的にはその国際協調を本来的には取らざるを得ない。そうしないと経済成長ができない、そうしないと政治的な安定も遂げられないと、こういうことになっているのが中国の現実だろうと。おそらくこれは世界のどの国も今同じような状況に直面しているという感じがいたします。日本もおそらく例外ではないと思います。では一体中国は今どれぐらいの体制的な安定度があるのかということについて、私の考え方を申し上げたいと思います。で私自身は中国の民主化というものを一貫して期待してまいりましたし、期待というよりは中国が民主化を期待というよりは、そういうその主観的な話よりも、おそらく中国が民主化というものが必ず必要であるということは、これはもう一貫して私は持っております。でその最大の理由は、所得の再分配がどのように行われるのかというところに関係しているわけであります。でその問題の私自身の発想そのものは大きく今でもこの20年以上変わっておりませんけれども、現在の状況をどう説明するかといったときには、おそらく中国が大きく今この体制の問題で変わることはないだろうというふうに見ております。でそれがいつまでかというのは、私はもちろん申し上げることはできません。ここを見られる現在の状況の中で考えていきますと、習近平さんがこれからもし党の総書記になりますと2012年であります。で2012年に党の総書記になりますと、翌年の2013年に国家主席になります。2013年の春に全人代が開かれて3月ですが、でそこで彼が国家主席になると予定されるわけですね。でそしてその翌年、これは江沢民さんと同じパターンをたどったらということなんですが、江沢民、それから胡錦涛さんと同じパターンだというふうに仮定しますと、2014年に党の中央軍人会の主席を胡錦涛さんからこの習近平さんに移すと、そして2015年に国家中央軍人会主席を移すというですねルートになっていきますから、これが江沢民さんから胡錦涛さんへの権力の移譲の時間的経緯でありました。そうしますと、単純計算いたしますと、2015年に完全にこの習近平体制が始まるといたしますと、そこから10年と仮定すると2025年、少なくとも
まあ、国家主席を辞めるというのがおそらく大きいでしょうから、2023年ですか、そこまではですね、もうすでに体制が決まっているというふうに考えると、これはすごいことだというふうに思うわけですね。まあ、超安定構造ということになるわけですが、まあ、当然これはどう見てもですね、国民の一人の参加もなく2023年までのリーダーが決まってしまうんですかということになるわけであります。これは中国の人たちでも当然議論は中におそらくあるだろうというふうに思いますが、しかし、まあ、現在の状況を見ている限りではおそらく大きな体制転換が起こりうるだろうかと。もちろんそれ以外に不安定要素はたくさんあるわけでありますが、そこの状況がどうかということを簡単にお話ししていきたいと思います。まずそこに書いてございますように、その強さというか、それは後発性のメリットがあると。日本もそうでありますが、日本が近代化したというのはヨーロッパの経験を見て、それをものすごく圧縮短縮して走ってきたわけであります。これはおそらく日本人の方も忘れているわけでありますけれども、ヨーロッパの長い100年200年あるいは300年の経緯を経てきたのを、日本は明治以来あるいは戦後という形でものすごく駆け押しをしながらやってきた。これは後発性のメリットがあったからできたわけであります。つまり先進国の失敗を避けていくということもありますし、あるいはその先進国からのいろんなメリットを享受できるということもあったわけであります。中国はさらにその後発性のメリットを持っているという部分があるわけであります。つまり中国に行けば誰でも分かるように、それは相当に古い体質のものから、まさに2009年いやもっと先のその未来の社会を象徴するようなものまで全てが混在しているわけでありますけれども、それはまさにそういうところから来るわけであります。からもう一つ言えることは、それは何かと言いますと、改革開放30年に一定のやはり自信を持っているということであります。つまりここまで大きな失敗はなかったというふうに思っているということであります。つまり改革を実現する、この改革というのは社会主義体制から出していくということでありますけれども、そのことによって市場経済を入れていく、それを開放することによって行っていくと、まあ、ですから世界にも類を見ないほどの開放体制になったわけでありまして、まあ、ですからその若い大学生たちはみんな海外の企業に就職することを夢見るという、そういう社会になったわけであります。でその点でもちろんいろいろな問題はもう出てきておりますが、これまでの段階において30年間やってきたところに一定の自信を持っているということであるのと同時に、現在のような世界的金融危機の中でマクロコントロール、まあ、括弧して共産党の指導ということがですね、優位性を持ちうると、ある意味では中途半端な市場経済、管理型市場経済、別名アメリカなどでは国家資本主義とステートキャピタリズムという言い方をしておりますけれども、まあ、それが優位性を持っているということに現在の段階においてはなっているわけであります。まあ、簡単に言えば中国の人民元は国際化はまあほとんどしてないわけでありますけれども、であるがゆえに中国の内部に国際資本がそれほど大きく浸透していないというところから混乱が少ないという部分があるわけでありまして、その意味で中国が現在比較的うまく乗り越えているとすれば、それは統制が効いているという部分と、やはり後発性のメリットという部分がある。遅れているだけ、その分、まあ、ある種偶発的なことがあるわけで、偶然性もあるわけですけどね、目の前で起こっている事件自体はある種偶発的なところもあるわけですけれども、まあ、そういう部分があるだろうと。から第三に言えることは、やはり国際社会が認知していると、中国の混乱を望まないということであります。現在のように日本も中国が最大の貿易相手国であり、そして EU、 それからもちろんアメリカであります。アメリカの現在の対中国政策を見れば分かりますように、これはもう中国の安定を望むと、まあ、これは特に国債を8000億ドル以上保持しているというのと、それから日兆ドルを超える外貨を持っていて、その多くはドルであるということでありますから、
私の感じでは今年の春ぐらいまではアメリカはやや中国はややですね SDR とかそうした形で中アメリカに揺さぶりをかけるようなことがちょっと見られたこともありますけれども、しかし特に6月から7月特に戦略対話があってからこのドルを防衛するとドルを守るということで米中は一致したというふうに行為から見ていると行動から見ていると感じ取ることができるというふうに思います。ということでその中国の安定というものを外国も望むと、もう一つ大事なことはですねここに書いてある部分でありまして、共産党と国有企業の関係性という部分にも象徴的に見られますけれども、既得権益層、これは日本のまさに改革もここにずっと来てたわけでありますけれども、中国で今始まっている現象はある意味では55年体制の巨大版が始まりつつあると。もちろんこれに対する問題もよく分かっていますし、胡錦涛さんの政策を見てもそこにメスを加えようとする部分はあります。しかしあまりにその巨大なネットワークが強すぎて突き崩せない、あるいは崩そうとすると自分の権力にも関わってきますから、しかも権力の後退期に入りますからなかなか難しい問題をはらんでいると。でそこで私が申し上げたいですね少し具体的な例を申し上げますと、例えば現在中国共産党というのは7800万ぐらいですね、おそらくあと10年ぐらいで日本の人口ぐらいになるかと思いますけれども、13億の人口のうちの7800万人の人たちがどういう人たちかということをやはり見ないといけないわけであります。でその人たちの現在の構成を見ていますとですね、非常に面白いことが分かってまいります。で中国共産、これは全部中国が公表しておりますので、統計数字しかも全部グラフで出しておりますので、皆さん自由に見ることができますけれども、その中にこういう統計があります。本来共産党というのはプロレタリアートの代表ですから、中国の場合は農民とプロレタリアートなんですね。でプロレタリアートが中国の、共産党に何パーセントいるかっていいますとですね、その統計が出ています。労働者階級は 9.7% と出ています。もうつまりプロレタリアートの政党ではないというのがここからも明らかであります。そして農民そして漁業関係者が 31% であります。両方足して、大体 40% であるけれども、これはどんどん減少しているし社会的な発言力もやはり弱いということになります。じゃあどの部分が大きくなってきているのかと言いますと、その一番大きくなってきている部分が何かと言いますと、それは企業幹部経営者、高級知識人、テクノクラート、専門家、外国系企業労働者、そういう人たちであります。これが 22.2% という数字が昨年の統計数字で出ております。つまりもう完全にある種のブルジョア政党になってきているということであります。でそれ以外に 8.2% の党政府機関の幹部という統計数字が出ておりますので、という点でいきますと、かつて私営企業家を入れるために中国はだいぶ政策を変えたといいますが、実はそれは物事の半分以下だったということが分かります。なぜかというと私営企業家はそんなにたくさんいるわけではないし、そんなにたくさん共産党に入ったわけではありません。むしろ共産党の席を保持しながらビジネスに入った人たちが大量にいるわけです。元幹部の人たち、あるいは大臣クラス、あるいは次官クラスの人たちも含めてずっと企業に入った、その企業がほとんど国有企業です。でその国有企業は改革の中で多くは淘汰されました。しかし中国の基幹産業、重要な産業はほとんど国有企業ですね。で現在でも一番元気なのは国有企業です。そこに経営陣としてどーっと元幹部がたくさん入ったということですね。でこの人たちが起業家になったんだけども党の席を認めようと、党員としての席を認めようと、もうものすごいその外車をたくさん乗り回してるかもしれないけど、この人たちも共産党員だということを認めるということを認知したのが、そうした政策の変更であったと。でそれはつまりもともと中国共産党というのはですね、これはプロレタリアと労働者と農民の代表だったんですけども、それを人民の代表というふうに言い出した。でその人民の代表というその人民の定義をですね広く取ったわけですね。つまりは企業経営者とか、
あるいはその外資系企業事業員とか、まあ、こういう人たちをざっと入れることによって、まあ、結局のところ、まあ、これまでやってきた政策というのはある意味では党自体の一種の体制化、既得権益化という形になっていってしまったわけです。ですから必要なことはですね、この人たちあるいはこの層、国有企業の資産公開という問題がよく問題になるんですけれども、出ては消えてしまう、でその辺がやはりなかなかできないということなわけでありまして、でという点で考えていきますとですね、まあ、ここにあるような習近平さんはもしまさに大使党の中心にいる人だというふうに思います。ですからそこに乗りすぎると彼自身もですね、やはり中国の大きな改革開放というか、もう一段改革開放をやらなければ中国の本当の意味のですね、成長というのは起こらないと思いますけれども、それができないということになるんだろうと思います。でそういう意味でいきますと既得権益層、まあ、そうしたものがですね、相当にこう根付いてきているという部分があって、本来はここをですねメスを加えるというよりは制度化すればいいわけです。資産の公開、そして累進課税もありますけれどもほとんど機能していない、あるいはその相続税もほとんど機能していない、でさらには個人所得税もほとんど機能していない。で個人所得税というのはですね、まあ、これも公式統計見れば分かりますけれども、中国の全体のですね、まあ、日本での大体個人所得税は全体の税収の3割ですよね、全体の3割ですね。でそれでも OECD で最も低いわけですけれども、まあ、中国は 8% ぐらいしかないわけであります。で足りない部分をどういうふうに補っているかというと、それは多くは外資系企業からいろんな形でいただいているということになるわけであります。でこれはつまり中国の国民にとってはですね、国民から税金を取らずに海外企業から取っているということになるから非常にいい政府になるんですけれども、しかしこれは世界スタンダード、グローバルスタンダードで見ると相当におかしいわけでありますから、これは認識している人は認識しているわけですけども、ここにどうやって踏み込めるかというのがですね、これからのまさに中国の最大のチャレンジになっていくというふうに私は思います。そこのところをおそらく普通の国としての普通の税制とか、まあ、そういう形を取っていかないとですね、おそらく10年20年で相当に大きな限界に来るというふうに思っております。まあ、いずれにしてもその間ですね、どうしても軍とか人民武装警察部隊が強大化していると。でそれはなぜかというと、どうしてもやっぱ社会の問題にあるわけで、ここに書いてあるような社会の問題がたくさんあるわけですね。でこれはもう間違いなくある。現在のその大学生の就職率もよくわからない、600万700万と言われている学生たちが、まあ、いろんな形でその、まあ、一応形の上ではなんかこう就職したような形にさせられているようなところはあるけれども、しかしそれでは本質的にはなってないわけでありまして、やはり中国の本当の意味の成長というのは内需拡大、まあ、今の成長というのは基本的にその投資によってなっているわけでありますから、そういう意味ではそれだけに依存しているとおかしいことになるだろうということであります。そういう意味で私はまあ成長と分配のバランスという部分をどう払うかということはですね、依然として中国における政治改革の重要性ということを投げかけている。それは所得の再分配をどうするかということであります。で格差やあるいは民族の問題とありますけれども、まあ、その辺もすべてその経済問題にも関係しているわけでありまして、その辺のですね、まあ、共産党が肥大化してそこにある種国有企業などにこの溜め込んでしまった、あるいは不透明なそうした資金をどういうふうにですね透明化していくかというところにあるわけであります。いずれにしても私が申し上げたいのは、このような状況の中で、この危機的な経済状況の中で国際社会のおそらくこのままの体制でしばらくはいくということにならざるを得ないということになるわけであります。政治改革をやっている余裕はおそらくない、本質的にはやらなければいけないと多くの人が中国でも感じているはずでありますけれども、しかしとてもできるような状況にない。しかも権力の交代期に入りますから、権力の交代期に入るということになるとみんな慎重になってまいります。という意味ではですね、2012年13年に向けてですね、おそらく新しいことはなかなか出てこない。ですから今の体制をどう守るかということにならざるを得なくなります。ということで3番目に、それを支えているある意味ではですね、米中関係というのはどうかと言いますと、米中関係がどうして安定しているのか、
で、 G2 時代というのは本当に来るのかどうかということであります。でもちろんこれは中国もそれから、アメリカもこれについては否定をしているわけであります。公式にこういう考え方は取らないということになっているわけであります。でもちろんこの議論が大幅に展開されているのは、アメリカの一部の人々が出してきているわけであります。でしかし G2 という議論、我々はそうでありますけれども、メディアの皆さんはよくお分かりの通り、我々は実態よりもそういう話をしていれば話していることにだんだん現実が近づいていくということがあります。でおそらく G2 というのもですね、私はですね、もちろん実態はですね、全然これは中国とアメリカとではそのレベルが違いすぎると思います。しかしある意味で日本は G2 だったわけですよね。これまで全く意識はないですけど、つまりアメリカに次ぐ第二の経済大国で、もう圧倒的な強さを日本が持った時期があるわけですね。おそらく日本の時代が来ると言われた時代が80年代、私もアメリカにいましたからよくわかりますけれども、その G2 といったらばまさに米日米だったと思いますが、その日が十分な役割を世界的に果たすことができなくなってきたという現実があるわけであります。まあ、もちろんそれを果たした部分もあるということは言えるかと思いますが、もうすでにその役割はとても負えないと。そうすると中国の役割と責任は確かに大きくなってきているということなんですね。でそこを逃げようとしている感じはいたします。ただやはりこれは事実として、中国自身がもう単純な発展途上国ではないということも事実であります。ということを考えていくとですね、この G2 というのはですね、もちろん現実は全く均等ではない、しかしながらおそらくですね、実態としてはそういう形になっていくという部分があるというふうに思います。もちろんそれだけで全てができるわけではないんですけれども、つまり中国が一定の役割を果たさなければならないという状況におそらくなるでしょうね。そうすると実は先ほど申し上げたような国内の体制も含めて、中国は今は手をつけたくないでしょうから、おそらく G2 冗談じゃないというふうになるんですが、多分 G2 と言われたこと自体はですね、先ほど20世紀の歴史をお話したように決して嫌なことではない、嬉しいことだと思います。これは本音だと思います。そこまでようやく日本を抜く状況になったかということだと思いますね。でこれについてはまた後ほどちょっと時間10分ぐらいオーバーするかと思いますが、米中関係が安定している最大の理由の一つはですね、私は、歴史もありますけれども、先ほどから申し上げているように歴史的な関係で考えても、米中というのは大体ですね、その大きな問題があってもすぐにそれを解消していく復元力みたいなものがもともとバネとして持っております。これはその20世紀の関係を秘めていただけば事実でありますが、ただ戦後の米中関係を見たときに最大のテーマは台湾問題であるということであります。この台湾問題をめぐって米中は、それこそアメリカは核のボタンを押しかけた時期も何回かあるということであります。50年代アイゼンハワーの時代に、現在ではその文書がもう出てきているわけであります。それぐらいその台湾問題というのは、緊張関係をはらむ冷戦時代のテーマであったというふうに思うわけであります。でその台湾問題が現在ですね、どういうことになっているかといいますと、中台関係直行便がすでに週300便飛んでいるわけであります。中台関係がここまで急激に、おそらく経済関係がここまで実体的につながっているわけでありますから、それを実質的に反映する形で直行便がこうなってきているということでありますけれども、で馬英九政権は支持率が今非常に低くなってきておりますけれども、下がってきておりますけれども、中台関係に関してはですね、改善に関してはそれほど大きな落ちはないという感じがするんですね。ですから、その中台の今の関係の正常化というか、その関係をアメリカは非常に歓迎しています。という点でいきますとですね、中台関係がおそらく今後ですね、陳水平さんの時代のレベルがおそらく最も厳しい状況だったというふうに、あそこが片方の極だというふうに仮定すると、もうあそこまで行くことがおそらく今後あり得るだろうかと
ということであります。台湾の中での民進党のポジションを考えてもですね、そこまでおそらくもうできないだろうと。ですから簡単な統一はもちろんありません、ありえません。しかしながら今の状況というものはですね、若干のいろいろなぶれ返しはあるかもしれませんけれども、大きなですね、混乱というか、そういうことにはなりにくくなってきた。それをアメリカは担保しようとするということになるのではないかという感じがするわけで、ブッシュ政権の時はそれが相当に激しかった、強かったわけですね。つまり台湾の独立傾向を抑えたのはまさにブッシュ政権ですから、中国はその点を非常に評価しているわけですよね。それが現実だった。ですから台湾の中で馬英九政権が勝った、おそらく一つの背景にはそれがあるというふうに考えるのが、おそらく常識的な理解だよというふうに思います。でいずれにしても、もう一つ申し上げたい、その米中の人的なネットワーク、これはもう我々はとてもかなわない。私も学者として中国との交流とかいろいろやりますけれども、米中のその学術ネットワーク、あるいはいろんなその底辺に至るまでのネットワークはものすごいわけですね。ありとあらゆるところに対話の窓口ができておりますし、ちょっと正確な数字は分かりませんけれども、中国人でアメリカで博士号を取ったのが20万とかですね、そういう数値になってきてるわけですよね。もう飽和状態になってるわけですから、簡単にはですね、人的ネットワークが崩れるような状況にはなくなってきたということであるのと、今申し上げた台湾問題ということがあります。からよく考えてみると、米中関係がこの21世紀に入ってから良くなった契機にあるのは、これは911であります。911以後、急激に両者の関係が良くなってまいりました。つまりは反テロというテーマで結ばれたという気がします。でその後、アジアの中では台湾問題もそうでありますけれども、つまり台湾問題についてブッシュ政権が陳水扁さんの独立行動に対して、苦言を呈するということの、いわばバーターではないけれども、バーターかもしれませんけれども、北朝鮮問題に対して、中国が議長役を行うようになった。これ全く同じ年の2003年の全くほとんど同じ時間帯であります。この2つが同時進行で行われていったのが2003年、ちょうどこの時に胡錦涛さんが国家主席になって外交のリーダーシップを発揮し始めた時であります。つまり中国は正直言うと、北朝鮮の問題にそれほどやりたいとは思ってなかったと思います。それは北朝鮮との友好関係が厳しくなるわけですから、それはつまり核の廃絶というテーマになるわけですから、そういう意味ではアメリカによるということにならざるを得なくなるわけですから、そういう点でいくと6者協議というもの自体が、私はですね、アメリカにとってみると、中国がどちらに行くかというのも大きなテーマであったというふうに思っております。そういう意味ではですね、6者協議はその面では中国がステークホルダーに動いてくれたということで、結局台湾問題とこの北朝鮮問題が米中関係、その2001年の911後固める材料になってきた。その後、その前後の過程とか、あるいは2008年去年を見てみましてもですね、なぜ米国の国債をこんなに買ったのかというとですね、別に米国を動かそうと思って買ったっていうよりは、これはもう買わざるを得なくなったっていうよりは、若干中国も足元を見られた部分があるわけですよね。それは例えばチベット問題で大きく動揺しているとき、あるいは台湾問題で動揺しているとき、オリンピックの開会式にブッシュ大統領に来てもらいたいとか、こういう前後になるとどうしても国債を買うと、アメリカの経済が非常に厳しいわけでありますから、そういう形で政治的にも使ってきたということも事実であります。ということで、ある意味ではそのドルを守らないと、中国も危ないことになってきたということになるわけであります。でさらに反テロ、また環境問題、今のその COP15 を見てみましても、米中というのはそのグローバルイシューにおいてもですね、共通項が大きくなってきたという点があるわけであります。ご承知のようにアメリカは現在そのチベット問題についてもほとんど発言をしておりませんし、ウイグル問題については昔からイスラムが絡むものですから、あまり発言をしてこなかった。人民権の問題もほとんどありませんし、そういうことでですね、やはり問題になるのはですね、
軍備増強という点がおそらくですね、まあ、中国に対する懸念材料としてアメリカは残っていくだろうということですが、おそらく短期的にはこの問題も目をつぶっていくだろうということだと思います。それはまあ中国が将来どういう国になるのかということにもよるというふうにアメリカは考えているだろうというふうに思いますし、今はとてもとても経済状況から他のことをやる状況余裕はないということだろうと思います。そして日中関係に入りますね。日中関係については先ほども私自身が今のテーマについては少し丁寧にお話を申し上げました。で、日中関係が転換したのは2006年であります。私はもうすでにこれについて72年体制から2006年体制へと転換していくプロセスにあるのかどうかということで問題を提起しておりますけれども、問題を提起しているというよりはおそらく72年体制で変わらない部分はもちろん変わらないわけであります。それは何かと言いますと、台湾問題の本質は変わりませんし、それがおそらく重要な問いだというふうに思いますし、まあ、歴史問題ということについても日中共同声明の中で表明した日本の立場というのはもちろん変わらないわけであります。そういう部分のところはですね、おそらく基本的な部分はこれからも変わらないだろうというふうに思いますけれども、その状況の中で72年体制が作り上げてきたものとですね、今とは相当大きく変わってきている部分があるのではないかというふうに思っております。72年体制というのはこれは基本的に日中友好ということでありました。これはもう二国間関係ということを律する、まあ、一つの体制であったというふうに思います。歴史問題についての明確な立場ということ、それから台湾問題については中国の立場を尊重すると、一つの中国の主張を尊重するという、まあ、こういう立場を日本は一貫して保持してきたわけでありまして、ここはおそらく変わらない。しかし、まあ、世代が変わり、そして当時は日中そしてアメリカというものがソ連を敵対視していたという状況があったわけでありますし、国際状況も変わった、ありとあらゆる状況が変わってきた。台湾が当時は依然として一党独裁国家でありましたけれども、台湾も民主化経済発展を遂げたというのも変わってまいりました。状況が大きく変わり、そして中台の関係がここまで密接になるとも誰も予想していなかったことであります。そういう中で、まあ、実はまあ、例の安栗問題というのが起こりまして、歴史問題中心でありましたけれども、私は歴史問題というのはある意味ではそれは象徴的なイシューであって、私は20世紀を通じてあったようなそういう一種のパワーといいますか、そのパワーシフトが中国の急激な台頭ということによってですね、この一種のパワーシフトの状況の中でですね、心理的な効果っていうものが摩擦をいろんなところに引き起こし、それが例えば餃子の問題とかそういうこともそうでありますけれども、もちろんそれ自体が本質的に重要な問題であることは間違いないんですけれども、ただ一つ象徴的なのが、別に2005年の反日デモと言われたあのデモがですね、必ずしもその靖国問題ではなかったということですね。それは起こってなかったわけです。まだその時は2005年の反日デモの最大のテーマというのは日本の常任理事国入りだったわけであります。このテーマで阿南当時の事務総長が日本の加盟をですね、その常任理事国入りをいいではないかと言った瞬間から起こっているわけでありますから、テーマはある意味では日本という一つのパワー、それと中国の一つのパワーというその一つのこうシフトの状況の中でのですね、心理的なおそらく葛藤というか、その辺の部分があって摩擦がいろいろと起こりやすいということではなかったかというふうに思うわけで、これはまあ科学的になかなか証明しにくいものですから、難しいわけでありますが、具体的にはそういう問題がいろいろ起こったということであります。そこから2006年の、ちょうど安倍首相の時でありましたけれども、戦略的互恵関係という形に移行したわけであります。で、鳩山首相も、この戦略的互恵関係を続けるということで、この点はですね、外交は継続させているわけですね。で、これもまさにおそらく自民党だからそうなったというわけではなくて、おそらく日本そして中国の両者が、その悩みながらここに持っていた。それは何かというと、単純に二国間の関係だけに考えずに、共通のテーマ、この地域にある日中間にある共通の金融にせよ、安保にせよ、あるいは感染症にせよ、あるいは環境問題にせよ、そうしたものを共通にして
一緒に取り組んでいくというより長期的な前向きの関係に変えていくというのが戦略的互恵関係の定義でありました。ということで、その後、青少年交流とかあるいはいろんな形で、あとまたいろいろなですね、具体的なその感染症の問題とか環境の問題とか、そうした話し合いが行われるようになってきております。そういう意味で戦略的互恵関係というフレーズを作ったわけであります。でその中である意味で、我々はですね、驚きを持って見ているのが、2006年以来歴史問題についてはほとんど中国側から公式に提起したことはないということであります。でそれはどういうことかと言いますと、2007年の温家宝首相の国会での演説、その国会での演説が中国に直接全部同時中継されたわけでありますけれども、その内容の中に日本は何度となく過去のその戦争について問題についてお詫びをしたと、中国政府と中国人民はこれを高く評価するという言い方をして、そして戦後の日本がいかに平和国家であったかということを強調したわけですよね。これほとんどの方が記憶にないんですけれども、国会の演説ですから、これが中国政府の基本的なスタンスであるというふうに理解していいわけであります。でそれをさらに具体的な状況として、いろんなプログラムに設定してきたのが去年の、胡錦涛主席の訪日だったわけで、そこにはものすごい数え切れないほどのプログラムが出来上がっておりますけれども、そういう形で戦略的互恵関係ということで、それ以後、歴史問題については胡錦涛国家主席を中心にですね、相当徹底しているということが言えるわけであります。同時に台湾問題も将来の課題として、解決していくという形にしているわけでありまして、そういう意味で私は日中関係というのがですね、ここの状況を乗り越えていけばですね、これはもちろんある意味では中国の検閲というか、それによって対日不満というのがその表に出るのをですね、抑えられているという部分がもちろんあるわけですけれども、しかし日中関係の全体的な観点からいきますとですね、私はそういうことで方向性が少し変わってきた部分もあるかもしれないというふうに思っております。いずれにしても先ほど申し上げた ODA が終わりですね、終わりましたということで、南北関係から水平の関係に変わってきた。そして世界第2位から第3位と、どちらがまだ1年あるでしょうが、購買力平価ではもうおそらく中国が上だと思いますけれども、いずれにしてもその日本がですね、どこに立ち位置を持つかということがですね、問われている。マラソンでも第2位がですね、第3位に抜かれるとほとんど中継はなくなりますけれども、もちろん銅メダルがかかっている場合にはですね、日本の中継がずっと入るでしょうけれども、おそらく世界的に見てですね、おそらく第2、第3位はさらに下からキャッチアップされるのにこう追われていくと、でおそらく中国は天に見えるアメリカを追っていくということになるのかもしれません。もちろんこれは普通に比較ができないわけであります。なぜかというと、日本はここまで高度経済成長を実現したその後の方向性で迷っている国でありますけれども、中国はまだこれから発展途上国からまさに中心国、そして先進国へと行きたいという巨大な背後地域を持ちながら悩んでいるわけでありますから、この課題の大きさはとてつもなく大きいわけであります。そういう意味では違いますけれども、しかし我々の考えている中国というのは、これは沿海地帯であります。沿海地帯の中国は相当に強く、そして大きくなってきているということは事実であります。で我々の付き合っている中国は基本的にここの中国であるということを考えていくとですね、これはもう先進地域になってきているというふうに考えた方がいいだろうと思います。でそういう中で今私はですね、中国は20世紀一貫して日本というものをですね、ある種どっか認識しながらやってきた。それがですね、今こういう状況になったときに、おそらく中国は嬉しいだろうと思いますけれども、同時に対日姿勢というものがですね、やや変わってきてるっていうか、日本の良さっていうか、そういうものがですね、むしろ肯定的に表に出るようになってきている側面もあると、一種の自信なんですけれども、そこでようやくちょっと言い方が変ですけれども、なんかこう取れたというか、ついてたものがなんかこう取れたっていうか、というような部分が若干あるという感じがしております。でアメリカを見たらもうとてつもなく遠いんですけれども、しかし
その一種の屈辱感、その屈辱感のバネでずっとやってきたわけですから、それがようやくですね、自信と不安なんですけれども、日本という部分はですね、これはやっぱり中国にとっては決して悪いことではないのかもしれないと私は思いになってきました。でそれは日本との関係においてもですね、やや落ち着きを見せる一つの弾みになる可能性があるというふうに思っております。でその日本の魅力という点でいきますと、こんなに魅力のある国はないわけだと思いますよね。全てが揃ってるわけですから、優秀な人材、技術、そして落ち着いた風土、経済成長は実現し、でさらに清潔であり、そして人々は非常に親切でありと、まあ、こういうものが全て揃ってるところでありますから、そうするともちろん円高がどんどん進めばどんどん魅力が増してくるということにもなるかと思いますけれども、まあ、そういう意味でですね、私はそのどういうふうにこれをその、まあ、あの全体として日本が単純にその日本 の, その過去の栄光に浸ることなく、ここから私は大学の教師でありますから、学生にどうやって夢を持たせるかというのが私の仕事でありますから、ここのところがですね、悲観的な話しか出てこない今の日本の社会の状況の中で、非常にそれをディフェンスするのが苦しいんですけれども、まあ、メディアの皆さんもそればっかり書きますから、そうするとそれにこう洪水のように悲観的になっていく学生たちをどうやってそこからディフェンスするかっていうですね、それをまあ我々本当に日常的に戦ってるわけでありますけれども、もうまあ、ある意味のガラガラポンが来たというふうに私は思っておりますから、もう10年で脱却しなければいけないのが20年かかってもできてないんだから、もうこれはもう自分で生きてきなさいという形で言わざるを得ないというふうに思って、これはまあちょっと複雑歴史的になってまいりましたけれども、でもう時間も過ぎてまいりましたので大事なポイントにちょっと入ります。中国にとって日米同盟というのは何なのか、これほどありがたいものはないと私は一貫して思っております。なぜかというのは、大体その議論をするとそれは瓶の蓋でしょっていう話だけなんですけれども、日本の軍国主義を軍事大国化を抑えてるでしょと、まあもちろんそれは一つにあると思います。それは一つです。それ以外にたくさんあるっていうことですね。何かと言いますと、まあ冷戦時代のことは、これはまあもちろん中国が敵でありますから、で台湾問題、ただある意味では中国にとっては感謝しなければいけないのは、中国は当時台湾を攻撃する能力なんて持ってなかったと思いますけども、日米同盟があったことによって抑止が働いて何もできなかったんですから、つまりは変な行動を取らなくて済んだという意味ではですね、日米同盟が中国の行動を阻止したと、変な行動を阻止したというふうにも歴史を振り返ってみますと言えるわけでありますし、その後70年代以降は一貫して日米同盟はですね、中国の成長を助けてきたということであります。つまり当時の敵はソ連であります。そして日本は ODA を出しました。これは中国が変な国にならないようにという意味を込めて、大平首相の時代に始まったわけですね、79年から80年代。つまり中国を国際社会にどう持ってくるかということであります。89年の天安門事件の時、その後日本が最初に ODA を復活したのも、中国を孤立化させるんじゃなくて、中国を国際社会の中にということだったわけですよね。 WTO もそうでした。つまりある意味では日本の対中国政策は一貫して成功してきているわけであります。中国を国際社会の中にという側面援助するという部分では、実は日本の外交は成功してきているわけであります。という点でいきますと、それを支えてきた日米同盟というのは、実は日米の合意のもとにこれが成り立ってきたということであります。つまり中国を後戻りさせないというですね、国際社会の中に中国をどういうふうに引き入れるかという意味での日米同盟が70年代、80年代展開されてきたわけであります。そして冷戦終結後もよく考えていますと、日米同盟はそれこそある意味では中国の暴走を止める、台湾問題において暴走を止めた、そういうことをやっちゃいけないよということでの抑止にもなったわけでありますし、そして中国がステークホルダーになっていく道を結果としては作っているということですね。でさらには最近に至っては、台湾の方で独立傾向が急激に進んでしまうと、それをですねアメリカが抑えようとしたわけですから、でその時に日本だって別にですねそれを煽るようなことはもちろんしなかったわけですよね。
そういう意味で日米同盟というのは中国の台頭を一貫して助けてきたというですね、事実があるというふうに私は思うんですね。ですからそういう意味ではですね、中国の分かってる人は分かってるだろうと思いますけれども、それは言葉としては日米はいつも結託して中国をって言いますけれども、結果としては中国の台頭というものを助けてきた、したがって日米同盟は今後もそうあるべきだというふうに私は思います。これはつまり中国が暴走しないっていうのは、おそらく中国自身もですね、そうならないと口では言ってるけれども、しかしやはり外から見ていれば不透明性がこれだけある国でありますから、やはりそれはどこから見てもやはりその問題を提起せざるを得なくなるわけでありますね。その時にやはり中国に必要なのはそうしたチェック&バランスであります。そういう意味でおそらく日米同盟というのは効いていくだろうというふうに私は思いますね。という意味でですね、中国は日米同盟を必要としている。今でも東アジア共同体というですね、議論で中国の本音の本当の本音、よく分かっている人たちの話を聞きますとですね、それをやれば我々だってアメリカとの関係がありますよねと、アメリカとの関係壊したくないですよねと、からもう一つは ASEAN との関係崩したくないですよねと、と考えると単純に我々二国で東アジア共同体って騒いでいいんですかって言っていますよね。これがおそらく本音だと思います。ということでですね、まあ共同体っていうのは国境を壊すことですから、これはまあ将来の夢としてはいいかもしれないけども、その前にあるのは東アジア協力ですから、そこをどうやって固めていくかっていうのはですね、一歩一歩地道な話であり、当然アメリカを除外できないというのもですね、これは中国ももう百も承知というふうに私は思います、というふうに理解していかなければならないし、という意味でつまり日中関係っていうのはどっかの関係がおかしくなったからどっかで利用するというほどの基礎は持っていないと私はまた思います。まだ国民の感情がこれだけですね、中国に対して厳しい状況にあり、中国の中でも依然としてまだ厳しいわけです。で、日本の軍事大国化がこれから起こるとまだ中国の多くの国民は思ってるわけですから、まあ、そんなに日本が元気があると思ってくれてるのは中国ぐらいだという議論もありますけれども、まあ、そういう皮肉はともかくとしてですね、いずれにしてもですね、まあ、つまり国民感情は依然として弱い、こういう中でですね、おそらく中国にしてもそこは分かっているわけでありますから、日中関係は依然として私はまだ弱いというふうに思っています。ですからまだこれからもですね、やるべき仕事はいくらでもあるというふうに思っています。ただ私は正直申しますと、中国を多くやってきた人間ではありますけれども、アメリカとも相当に付き合ってきましたけど、日米関係が相当に弱ってきているっていうのは別にこの今回の民主党政権の話ではないというふうに思います。もうこの10年ぐらいの歴史スパンを見てもですね、いつも米中関係が羨ましく見えてきたということですね。米中関係のネットワークがどんどん進んでいくのに、つまり関係が悪いということを前提にしているからネットワークが進むわけですよね。日米関係の場合は関係が空気のようになってしまっているっていう感じが外から見ていてもずっとしていて、例えばいろんな政策対話とかそういうものもどんどん減っていったわけですよね。留学生も減る、お互いに減るということですよね。まあ、これはやはりその怠慢だったというふうに私は思います。ですからそれをですね、今回拍車をかけるようなことだけはしてほしくないという感じがしておりますということで、もうすでに質問を防止しようとしてどんどん長くしておりますけれども、最後のところだけちょっとだけやはり質問が出るかと思いますので、まあ、G7 から G8 そして G20、まあ、そうなりますと20から7、8引きますと13から12ですよね。13から12になるのはロシアがどっちに行くんだということで、またフラフラすると思いますけれども、というフラフラするなんて怒られちゃいますけれども、そうするとですね、結局13カ国のリーダーは中国になっていくだろうということですね。でこれはもうありとあらゆる点から見て、その主張を、ただしあまりにその中国に対する過大評価が起こることを中国はまた懸念するというのは国内状況を見てもそうですよね。基礎ができてないという部分があるわけであります。ただしもう誰もが分かっているのは、中国の安定的な意向ということがですね、
これが世界の危機というか、そういうものをですね、救っていく一つの場になるということも分かっているわけですね。ですから中国がより普通の健全な国家になるということは、これは世界的な意味があるということになるわけでありまして、これは内政干渉できないわけでありますから、中国自身にそこはやってもらわなければいけないわけです。そういう意味で我々は日米同盟も重要な意味を持っているだろうというふうに思いますし、おそらく中国の中にはそういう議論が渦巻いているわけですよね。でこれだけアメリカがダメになったときにもっと言ってやれということで、ここに出ている投降妖怪、投降妖怪というのは自分が弱いときは頭を上げてはいけないと、じっと我慢して強くなるまで待てっていうのが鄧小平さんの遺言でありました。でこれをめぐって大論争が内部で起きてるわけですよね。これだけアメリカが弱って、あんなにアメリカ神話があったのに我々はもっと言うべきじゃないのかということですけれども、主流派は頭を上げるなということになってるわけですね。まだ底が浅いということですよね。そこはよく分かってるわけであります。でしかしいつかは上げたいんだろうというふうに思いますけれども、しかしその上げたいのがナショナリズムに凝り固まった、過去の怨念に凝り固まった中国では困るわけでありまして、これは世界のためにも中国のためにもならないと私は思いますので、そういう意味でですね、中国のやはり内的な健全なる発展というものが世界の利益にもつながるという部分があるんですね。もうすでにそこに中国にきちんと理解してもらうという意味では、おそらく私がここに申し上げたいグローバルスタンダードというものをですね、今おそらくこれからしばらくの間はですね、この危機的状況でありますから、中国的チャイニーズスタンダードで内部でやっていくと思いますけれども、やはりこれは最終的にはグローバルスタンダードの中にですね、どういうふうに中国自身がやっていくかというところを抱えないといけないと。環境問題というのは、中国は問題が多ければ多いほど今チャレンジがしやすくなってきているという面が確かにあるわけですよね。むしろ優位性が中国の方があるんじゃないかという話までもう出てきましたけれども、そうしたところをですね、これから中国自身が努力しなければならないというふうに思うわけです。ということで、日米中関係と最後に来ましたけれども、その前に一つ申し上げておきたいのは、中国脅威論という話がよくあります。で日本脅威論という話を私は80年代思い出すんですね。80年代アメリカにいた私が、正直に申しますとですね、おそらく日本人がみんなそうだったんじゃないかと思いますが、日本が悪の帝国になる、日本が巨大な脅威になると言ったときに、そうならない、そんなことはないですよって言いながら、どこかに日本の台頭を喜んでいた、そういう側面があります。もう日本人は忘れているかもしれませんが、中国も実は脅威論ですらですね、実はそういう側面があったということですね。しかし私はですね、中国のこの脅威論というものはですね、もちろん中国自身がですね、本当にここから先はですね、逆襲していかないといけなくなるということですね。世界中が中国に注目している、日本だけじゃないわけですね、世界中が見ているわけですね。そういう意味ではですね、隣国としての日本は良きアドバイザーになれると思ってますし、また日本から学ぶべきはいくらでもあると思いますし、あまり安く買い叩くなよというふうに思いますけれども、そこのところはですね、日本は技術をきちんと守りながら若い人をどう育てていくかということだと思います。で、日米中関係についてはもう結論を先ほど申し上げましたので、この関係は米中がこれだけ近づいている、それは現実的な利益に基づいてくっついているということだと思います。で、日米がそれに応じて離れる必然性は全くないというふうに思いますし、で、その間もちろん中国との関係も調節していかなければいけないというふうに思います。ということで、私もすでにだいぶお話をします。ちょっと延長させていただきますけど、はい、ありがとうございました。本当に歴史から始まって、中国の本当に内部についての深い洞察を聞かせていただきました。聞いているうちにちょっともっと中国問題以上に日本問題というような印象も受けましたけれども、それではちょっと会場の方からのですね、ご質問を受けたいと思いますけど、私指名させていただきますので、所属とお名前をおっしゃって、近くのマイクで質問をしていただければと思います。どなたかご質問をどうぞ。質問だけまず受けますかね。もちろん全然大丈夫です、はい、質問だけまず受けさせてください。
すいません、尾形です。どうもちょっと遅れてきましたですが、今この中国のお話を聞きましてですね、今の日本と比べると、お願いいたします。参上会員の尾形と申します。日本の現状と比べますとね、向こうはまあ全体主義国であることもあって、非常にこうまとまりがよくやっているように見えるわけですが、これがいつまで続くのか、つまり一方じゃ、まあ、言論の自由が抑えられている、何か反対論を言うとすぐと捕まえると、まあ、その確かに指導者が優れておって、かえって民主制でないとですね、まとまりはいいんですが、こういうことでどのくらい続けるんだろうかということと、これが崩れるとしたらどういうことが原因でですね、つまり自然に民主化というのは行われるだろうか、行われないんじゃないかというのは気もするんですがね、そうすると学ということがあるのかということをちょっと非常に疑問に思うんですがね、でなんか我が国よりはいいような気もするんですがね、私はやっぱりこういうところで自由に発言できる日本が嬉しくてしょうがないんですね。そこのところをちょっと先生に明快に答えていただきたい。はい、受けしましょうか。そうですね、はい、時間の関係もありますので、じゃあ質問をいくつかまとめて、お受けした上で先生にちょっとまとめて答えていただくという形にしたいと思いますけれども、あとご質問、追加質問どうぞ。産経新聞の高畑と申します。国分先生、非常に分かりやすくて的確な分析をいただいたと思って感謝しております。質問はですね、中国の体制的安定度と2番目の項目のところで、あまり詳しくお触れにならなかったんですが、軍と人民武装警察部隊の強大化ということ、これ米中関係見てますとですね、中国軍というのが何かこう突然なんか衛星を撃ち落とす実験をしてみたりですね、何かそのアメリカから見てると、そのアメリカの度肝を抜くとか、あるいはその脅しみたいな行動を取ることがあるんですが、これに対するその中国政府のあるいは党のですね、指導部 そのいわゆるシビリアンコントロールというと、もっと狭い意味の話になっちゃうとは思うんですが、一体その連携をしてアメリカを揺さぶりながら利益を見出そうというふうな、何かそういう大きな狙いがあって分業体制でやっているのか、それとも軍の動きに対して今の指導部が何かそのコントロールできない部分があるのかどうかと、これどっちかということによって随分その我々の見方も変わると思うんですが、その辺についてちょっと分析をお話しいただければと思います。ありがとうございます。それではどうぞ。個人会員のサルキです。2つほど質問。第一点は、産業革命で中国インドなどがの第三国のシェア、生産力のシェアが7割以上だったんですね。産業革命が終えたら途端に地盤沈下いたしまして、パクスブリタニカの時代が訪れ、さらにパクスアメリカーナの時代が訪れたんですが、ここでこれから50年経ちますと、パクスチャイナの時代が来るのか、それとも先ほど先生お話になった米中二極時代が来るのかと。そうした場合にどちらにするにしても、日本の生き方はズバリ一言で言うならどういうことなのかと。第一点。第二点は、10年スパンで結構です。中国政府の自動車産業政策、特に外資に対して将来どういう政策を取るのか、日米中と三極構造の中でどう評価するか、先生にお尋ねしたい。以上です。どうぞ。個人会員の沢と申します。中国の人口でございますけれども、中国が海外にですね、いろんな援助をするときに中国人を連れて行って残してくると、つまり過剰人口というものの処理という問題が当然起こるわけで、シベリア極東ではですね、もうどうしようもないぐらい中国人がどんどん入り込んできていると。これ中ロの関係が今後どうなるかと、まあ、もう一つ言うと、日本が今永住外国人にですね、地方参政権を与えるという問題がありますけれども、中国が今日本に永住中国人が毎年1万人ずつ増えているという話がありますけれども、こういう問題がですね、戦略的にですね、
ある地域に、その永住外国人がですね集中的に住むという問題も起きるわけですけども、これについてのご見解をお伺いいたします。それじゃあちょっとあの4つあのかなり幅の広い質問になりましたけど、先生ちょっと答えられる範囲でちょっとお願いいたします。はい、まあ、全ての専門家ではないので答えられる範囲でお答えしたいと。まず尊敬する尾形先生からいただいた問題というのはですね、どこにその体制のその裂け目というかそれがあるかということですね。もちろん今の格差問題、それから、まあ、起こっている暴動とかいろいろあるわけですね。しかし中国はですね、ソ連がどうして崩壊したのか、東ヨーロッパの国々がどうして崩壊したのか、古今東西のさまざまな政権がどうして崩壊したのかというのを、まあ、相当に丁寧に研究しているようであります。でその中で、まあ、いくつかございますけども、まあ、それはですね、共産党がどうやって政権を取ったのかということにも関わるわけですね。共産党が政権を取れたのは党と、つまりこれは組織とイデオロギーと軍を持っていたわけですね。つまり組織、これはマルクス・レーニン主義というイデオロギーに裏付けされた組織を持っていて、中央集権的な組織を持っていたわけですね。でそれが軍だったわけですね。つまり党イコール軍だったわけです。そういう状況の中で革命というのが中国で実現できたわけですね。で中国の中でそのようなものができる可能性が今あるかと言われるとないと思いますね。これはつまりそのいろんな不満は出ますけれども、そこを分断しているわけですから、それがですね組織化されて、そして一定のですねイデオロギーを持って、理念を持って、そして統一綱領を持ってですね、そして軍として武器を持つか。でもう一つ大事なことは、政権交代が起こるのはリーダーシップが必要なわけです。誰がトップに来るかということであります。それは毛沢東という人間がいたからですよね。それを統括するリーダーシップがあるわけですね。で中国共産党が一番気にしているのは何かと言いますと、ソ連の失敗は、つまりはゴルバチョフが、彼自身が党国体制を壊したと。つまり国家を重点に置き、ソ連という国を大統領制の国にした瞬間に壊れたと思ってるわけですね。ですから、まあ、中国の場合は89年に天安門事件を経験しているわけですから、つまり党の中が分裂したとき、これが一番危険であるということですね。ですから党の中に分裂する要素があるかないか、でそれがですね、その今言ったような形でですねつながっていくかどうかということですね。組織を持ち、これのところはですね、先ほど申し上げたように一種の既得権益構造みたいな形に今なってますので、利益の分配という形で上の方で成り立っている。ですからその利益をどう下に落っことしていくかっていう、つまりは利益の平準化ということですよね。これができるかどうかにかかっているわけですね。まあ、簡単に言えば経済成長が隅々まで及ぶことができるかということができるかどうか、これは政治改革ですよね。ですからまあこれやらない限りはおそらく体制的な不安というのは絶えずつきまとう。ですけども今申し上げたように、この金融不安というのは、これはもうおそらく有効に今のところは今の党国体制が機能しているということですから、そのままやるでしょうという感じがいたします。ですからいつと言われてもですね、これは偶発的な要素にもよりますし、習近平さんが2023年とか24年とかいうふうにも決まってるわけですけども、そこまで決まってること自体が、おそらく普通の中国の人たちもですね、本当にそれでいいのかという気持ちはあるけれども、今のところは心の中に沈殿して終わっているということだろうと思います。でそれが制度として、あるいは体制として出てくるかどうかっていうのは、指導部の中からそういう人が出てこない限りは今のところは難しいと、今のところはその兆候はないというふうに申し上げておいて、から軍、高畑さんの方から軍の話がございました。これについてはですね、私は多くはお話をしませんでした。おそらくアメリカが本質的に中国のその軍の動きをですね、本当に警戒しようと思ったらできるはずなんですが、おそらく中国はその辺の頃合いを相当に測っているだろうと思います。例えば核弾頭の数にせよ何にせよですね、アメリカが怒らない範囲というのをですね、おそらくずっと考えてきているだろうというふうに思うんですね。マクロのその軍事政策においてはですね、
おそらく世界から脅威と見られない範囲の中でどのようにやるかということでやっているけれども、内部的には相当に技術的には開発していくということをやってるだろうと思うんですね。ですからおそらくその米中関係が最も重要ですから、中国にとっては。そうですから、その意味ではですね、軍のその突出というものはですね、おそらく避けたいけれども、しかし起こっている問題がどうして起こるのかということになるわけでありますが、でこれはですね、まあそのいろんな解釈がありますが、おそらく起こっていること自体はおそらく地方的な、あるいはその部隊のそれをやることによって利益を得るということがよくあるわけですよね。その問題を起こすことによってもう起こしませんからという形で利権を取るということが結構これまでありましたから、という点で考えていくと、おそらくその事件の発生自体はおそらく国家意思として全部やってるというよりは、おそらくいろんな形で起こりやすい、それだけ統制が効いてないということ自体も大きな問題だというふうに思いますけれども、でこの問題自体はしかし、じゃあ地域的な問題かというとそうじゃないわけですよね。つまり日本国としてどう対応するかといったときは、これは国家関係における問題になるわけですよね。ですから対応としては、日本としては国家関係の問題として対応すべきだというふうに思いますよね。しかしおそらく分析的にはおそらくそういう形で十分な統制が効いてないという部分がある。ただし全おそらく全体のですね、政策的な海洋権益を取ってこいというのは、それはもうその国家の意思ですから、それに基づいていろんな行動が起こるわけですよね。ですからその辺のところはですね、中国にきちんとシビリアンコントロールをやってもらうということとですね、やはりもちろんこれについてはですね、国家と国家の関係の問題として処理すべき、まあ、きちんと言うべきところは言うべきだというふうに思っております。それから産業革命の話って相当に大きな話になりましてですね、それじゃあ中国は将来のその大国になるんですかという話でありますけれども、まあ、中国の最大の弱みは民主化してないということですよね。でその巨大なこの民主化してないというのは、先ほどからお話しているように所得の再分配ができてないということですよね。これを踏まずしてそのままあと50年、まあ、第三の道はあるのかっていう議論ですよね。中国で今こう起こってるわけですよ。第三の道は、つまりチャイニーズ、まあ、いわゆるここに書いてあるそのチャイニーズ、まあ、一種 そのインターナショナリゼーションというか、チャイニーズそのスタンダードというか、それが可能なのかっていう議論がありますよね。しかしやっていることは、これまで多くの開発独裁がやってきたようなことをやっているわけでありますから、それ以上に新しいモデルは出てきてないと私は思いますね。そういう点でいくとですね、中国が本当の意味で大国になれるかどうかというのは、今の状況では相当に難しいかもしれない。相当に難しいというよりは、つまりは今申し上げたような平準化をどう実現するかということは、内需の拡大なんですね。消費社会になれるか、人民元の国際化っていうのは、その国民がみんな物を買ってくれるか、海外からって、こういうことですよね。そうしないと人民元の国際化なんかできないわけですよね。アメリカが国際化したのは、ドルが国際化したのは、アメリカがあれだけ買ってくれたわけですよね。そういうことができるかというのは、体制が安定しないと物を買いませんから、そこのところでは今の状況では難しいかもしれない。しかしこのまんまの形で肥大化していったときに、やはり日本世界にとっては相当に大きな問題になる。でそれは最後にいただいた人口の問題とも関係してきますけれども、そういう体制の中ではやっぱり人口はばらけますから、外に逃げたくなるし、行きたくなるし、夢を求めて行きたくなるわけですから、ここのところはですね、やはりそのまさに中国問題そのものがですね、80年代の日本の違うというのは、あまりに規模が巨大すぎると、日本の10倍ということですね。人口10倍、国土面積25倍ですから、私はですね、これはまさにどうしろっていう解決策はもう どうしようもない。解決策はもうとにかく国内を安定させて普通のいい国にさせないといけないわけですよね。そうしない限りは国から人が出ちゃうわけです。そこどうするかっていうのは世界的な問題であり、そこが豊かになれば実は世界もプラスに働くということですから、そういう発想の中でプラスで考えていくしかないということだというふうに思いますね。ただしやはりこのあたりはですね、その変な話ですけれども、先ほどのつまりは東国体制の方が管理がしやすいという面がもちろんあるわけですよね。しかし私のように政治学をやっている人間からするとですね、じゃあ君たちには民主化いらないからと
君たちはずっと押さえつけられてなさいということを私は中国の人たちには言えないですね、うん、ここが一番難しいところですね。やっぱり彼らも享受すべきだと思いますね、中国を研究してきた人間としてね。しかしその時に起こるリスクどうするかっていうのはですね、これはもう世界的なテーマですよね。ですからこれ発見したらノーベル平和賞だと思いますけども、ノーベル経済学賞も取れると思いますけども、これはもう世界中が悩んでる、まあ、中国もみんな悩んでるわけですよね、これでね。ですからやっぱり世界がこれ中国の問題を単純にその脅威とかあるいはそのじゃなくて、やっぱり我々の利益にもつながってますから、そことどういうふうにするかっていうことですよね。という意味で中国も多分相当に悩みが深いということをやっぱり忘れてはならないというふうに思いますね。でちょっと逃げたようですけど、あと自動車のことを申し上げて、自動車はですね、電気自動車に行ったらどういうことになるかってシミュレーションをしてみたらどうでしょうかね。そうすると一挙ですよね。中国は高発性の優位を、高発性のメリットを享受するわけですよね。それこそエネルギーもどうなるかっていう話になりますし、それからそこで使われるリチウムとかそういうそのレアメタルですよね。これはもう圧倒的に中国が持ってるわけですから、もうその辺の戦略性はもう完全に進んでるわけですよね。ということを考えていきますとですね、これはまあ自動車はですね、いずれにしてもそちらに進んでいく可能性はありますよね。で中国がうわっとそちらに踏み出して、うわっとやり出して安く売り出したらですよ、ありますよね。その時に日本の自動車業界にせよですね、本当に大きな、まあ、危機に直面するということになっていくかもしれませんね。その辺のフットワークが効きにくいですよね今ね、まあ、いずれにしてももう日本の国内の市場を取り合うのはもうやめたいんですけれども、そればっかりやってるということをですね、ここのところはもう中国は変な話ですよね。社会主義でああいう30年間無駄なことをやってくれたから、私はそう思わないんですけどね。そのつまり30年間生きてた人がいるわけですから、あなた方の犠牲において今のがあるんだっていうのはちょっと私は成り立たないと思うんですけれども、ただある意味では30年間失敗したおかげで中国は海外から全部入れざるを得なくなった、でそれにこう乗ってるということですよね。それに乗れば中国共産党は滅びないと鄧小平さんは言ったわけですから、そういう構造にまさになってたという感じがしますね。ただそれは長期的には健全な体制ではないと私は今でも確信を持って思っています。以上です。それでは時間もだいぶ過ぎておりますので、この辺で終わりにしたいと思います。先生にもう一度拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。大事な取材をされている方々ですから、きちんとご説明しないといけませんから。はい。あ、もちろん、はい。